にちは。僕、ゲーム TV のメインキャスター、バッテリーです。毎回ゲームフリークの皆さんに、ホットでエキサイティングなゲーム情報をお届けする、このゲーム TV。今回もみんなが圧倒驚く注目ソフト、そして最新情報を満載して、ドドッとお送りしちゃうから、最後まで見て、ゲームを選ぶときの参考にしてね。さて、それでは早速、僕に代わって、ゲームに対するシビアな批評をしてくれる、4人のレビュアーを紹介しよう。謎のゲーマー軍団、ゲーム虎の穴のメンバーだ。ミスター X、ゲーム虎の穴総統としてゲーム業界に君臨。その名を知らない者はモグリとさえ言われる大物である。シューティングゲーム担当。インドマン、虎の穴第一の刺客として誕生した業界初のインド人ゲーマー。痩せているが病気ではない。スポーツアクションゲーム担当。スダピン、異常な体力と我慢強い性格を買われ日本初の RPG プロゲーマーとしてデビューした。 RPG シミュレーション担当。鈴木美香、新人女性レビューアーながら様々な方面で活躍。一時女優としてテレビドラマにも出演していた。パズルアドベンチャーゲーム担当。というわけで以上4人のレビューアーがレギュラーメンバー。それぞれの得意なジャンルをズバリ切ってもらうからね。ちなみに画面右下の各レビューアーのおすすめマークも参考になると思うよ。それでは早速、お待ちかねのコーナーに行ってみよう。新作ゲームレビューです。というわけで、これから我々ゲーム虎の穴のメンバーがこれからレビューをやるわけであるかな。将軍、勢ぞろいした将軍どうだ。ヒントマン大丈夫か。ベアコよし、じゃあシュブレーキコールをあげるからな。今日もバッサリとゲームを切るからな。みんないいか。はい、元気だけはよろしいよね。まず最初はファミコンだ。さて、一発目は萌えプロ90関東編。画面がスクロールするまで外野手がどこにいるか分からなくてスリル満点。ちなみに試合に勝つとコンピューターが腕前を採点してくれるというおまけ付き。インドマンはおすすめマークつけるけど他のメンバーの評価はいまいち。はい、こちらはファミコン版のドクターマリオだよん。同じ色のカプセルを縦横に4個以上並べてさ、バイキングをやっつけるのよね。ハマリとも今までのアクションパズルの中では一番と言っていいぐらいかな。うん、ただね、システムがテトリスほどパーフェクトに完成されていないのは惜しいよな。コミカル RPG 忍者らほい。正統派 RPG とは言えないものの前編をギャグで押し通したところはお見事。出てくる敵キャラの名前も爆笑。山本忍者、大竹しのぎ、うっしっし。あ、受けてんの俺だけか。ぐっすん。2010ストリートファイター。近未来を舞台にしたサイバーなアクションゲーム。決められた時間内にそのステージをクリアしないといけないんだけど、今までのアクションゲームのノウハウが全く通用しない新しい操作方法。はっきり言って手も足も出ない敵キャラの攻撃はつらい。SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語。バッテリーバックアップで再度ゲームを始めるときに前回までのあらすじを表示してくれる親切さが嬉しいよね。カード出すバトルも楽しいし、ゲーム進行もスムーズなので初心者でもおすすめ。 RPG 好きにやっても意外に新鮮かもね。クジャコー2、アドベンチャーゲームに RPG 要素をミックスした人気ゲームの続編だよ。気力を攻撃と防御に振り分ける独特の戦闘方法がなかなか面白いわね。ただストーリー展開がちょっと強引すぎてミカついていけない。さて、お次はハルケンの新作宇宙警備隊だ。豊富な敵キャラと多彩な攻撃方法でなかなか奥の深いシューティングゲームに仕上がってるぞ。ただ時期がパワーアップすると敵の難度も上がっていくのでなかなか先に進めないのが難点だ。ま、X は平気だがな。烈火のごとく天下を取れ、 SD 戦国武将列伝。とっつきにくい戦国シミュレーションものをキャラクターを SD 化することで親しみやすいゲームにしたって感じなんだけど、子供がシミュレーションやるんでしょうか。それになんかこういうの似てるよなこれ。人気映画のゲーム化、グレムリン2。サンソフトお得意のアイテム集めアクションゲームなんだけど、シネマ部分のグラフィックは迫力満点。ほら、なんか怖そう。ただゲームがちょっと難しすぎるんだよな。
人気アーケードからの移植、レジェンドオブヒーロートンマ。魔法使いトンマを操って可愛いお姫様を助け出せ。いろんな魔法が使えてどんどん先に進めるのは気持ちいいが、気がついたらエンディング、ちょっと簡単すぎるんでねえかい。悪魔城スペシャル、僕ドラキュラくん。初心者にも遊べるアクションゲームだ。ジェットコースターや振り子など各ステージに面白いアイディアがいっぱい。ただどれもどっかで見たような感じがするのは私だけでしょうか。なるほどなるほど、なかなかバラエティに富んだラインナップであったが、さあどうだお前ら。私はね、ドクターマリオがね、いいな。難易度設定が。僕はね、SD ガンダムガイデンがよかったな。僕は、モエプロ90が一番いいよ。そんな性格なんだよ、あれよ。ドクターマリオがいいよ。言ってよ。お前ら、喧嘩してんじゃねえ。それじゃあ、もうこいつらほっといて、次の注目ソフト。今回の注目ソフトに行くが、なんと今回2本。1つはロックマン3、そしてもう1つは、あのパロディウスだ。では、どうぞ。さてさて、人気シリーズのロックマンもこれが3作目。ワンツーでは悪役だったドクター・ワイリーが今回は改心して味方になったという設定なんだ。前作にはなかった新しいアイデアもいろいろと盛り込まれているんだよ。これはスライディング。狭いところに入っていくときや素早く移動したいときに便利なテクニックなんだ。ただしスライディング中は攻撃ができないので要注意。前作のアイテム1から3号に変わって登場の新しいアイテムというよりはパートナーかな、ロボット犬のラッシュ。3種類に変形してロックマンの移動の手助けをしてくれるんだ。呼びたい時はこうして。出た、これはラッシュデッド。空中を移動する時に便利なやつなんだ。そして今度はラッシュコイル。ジャンプでは届きそうもない高いところでもバネを踏み台にして、ほーらこの通り。なかなか便利なロボット犬だね。そしてロックマンシリーズおなじみのでっかい敵キャラの数々、それぞれオリジナリティあふれるユニークな攻撃方法で攻めてくるぞ。これは前作にもあった消えるブロックだけど、今回の特徴はその下でくるくる回っているもの。実はこれ磁石なんだ。下手に近づくと吸い寄せられちゃうから気をつけてね。というわけでこのロックマン3、今回も一般公募から選び抜かれたボスキャラがたくさん採用されたみたい。ロックマンファンにはお待たせの一本だ。さてこちらはアーケード版ですっかりおなじみのパロデュースの移植、その名もパロデュースだ。選べる時期は4種類。グラディウスでおなじみのビッグバイパー、